はいどうも、サイチャンネルのサイです。今回はスパイダーマンホームカミングのあるシーンに着目して、先日予告が公開されたばかりのモービウスの時系列に関して考察していきます。前回のこの動画をまだ見ていない方はぜひこちらもチェックしてみてください。それでは早速いきましょう。さて、スパイダーマンホームカミングのあるシーンというのがこちら。エンドクレジットでヴァルチャーが刑務所でスコーピオンと対話するシーンです。そのスコーピオンの左側にある人物が映っています。ぼやけているためはっきりと顔はわかりませんが、モービウスの主人公マイケル・モービウスの髪やヒゲにそっくりです。この人物に関してまずは2つの場合分けができます。 1. たまたま容姿が似ているただの囚人、 2. マイケル・モービウス本人。今回はこの人物がモービウス本人だという仮定で話を進めていきます。この人物がモービウスだとするならば、気になるのは時系列です。公式が発表しているタイムラインはこのようになっています。ホームカミング冒頭ではニューヨーク決戦直後、後のヴァルチャーことエイドリアンは戦闘現場の後処理を行っていました。そしてテロップで8年後となり、エイドリアンはヴァルチャーとして暗躍。そしてスパイダーマンとの戦いの末、ヴァルチャーは刑務所に投獄されます。つまりホームカミングの冒頭を除くこれらの出来事は全て2020年に起こった出来事というわけです。そもそもこの段階で矛盾が生じていることに気づきましたでしょうか。2017年インフィニティウォーで全てのインフィニティストーンを集めたサノスの指パッチにより全宇宙の数が半分にされました。その際スパイダーマンことピーターも塵となって消えています。そして2023年エンドゲームでハルクが指パッチンをするまでピーターはこの世にはいないはずです。しかしホームカミングの年代としては2020年なので、インフィニティウォーからエンドゲームの間、消えたはずのピーターが存在していることになります。このタイムラインの矛盾は以前から指摘されていたのですが、未だに解消していません。ですので今回のモービウスの時系列をはっきりとさせることは不可能です。しかし話を戻して、このシーンのモービウスらしき人物がモービウス本人であるとするならば、モービウスが力を手にしたのがホームカミング直前なのか直後なのかが気になるところです。もし力を手にしたのがホームカミング以降の話であれば、なぜ一般人のモービウスが刑務所にいたのかといろいろと疑問が出てきます。そして力を手に入れる前の一般人のモービウスが刑務所を脱獄できるほどのスキルがあるとは考えにくいです。しかしモービウスが力を手にしたのがホームカミング以前の話であれば、大まかなストーリーとしては納得ができます。モービウスが力を手に入れ、血を求める衝動により何か騒動を起こし、結果的に警察に捕まり、あの刑務所にいた。しかし気になる点は服の色とポスター。まず服の色に関して、モービウスの予告ではモービウスがオレンジ色の囚人服を着て路地裏を歩いているシーンがありました。囚人服を着て歩いているということは、おそらく一度捕まった後に脱獄したと考えられます。しかし色はオレンジなので、ホームカミングのこのシーンの白色とは異なりますので、矛盾が生じます。そしてもう一つはポスター。このスパイダーマンのポスターには人殺しと落書きがされています。落書きの主に関してはここでは触れませんが、スパイダーマンのポスターにこのような落書きをするということは、どう考えてもファーフロムホームのミステリオとのあの一件が原因のように感じます。ミステリオがファーフロムホームでスパイダーマンは悪者というふうな嘘の情報を流したことで、スパイダーマンに向けられる世間の目は変わったはずです。それによりこのポスターに人殺しと誰かが落書きしたのだと思います。2020年ホームカミングでモービウスが力を手にした後に警察に捕まり刑務所に入れられ、そこから3年の月日が流れ、2023年ファーフロムホームでの出来事の後に脱獄したとなれば、このポスターの矛盾は払拭できますが、なぜモービウスは3年間も刑務所にいたのかという新たな疑問が出てきます。結局のところ、ホームカミングとモービウスの時系列が直近の出来事と考えるのは難しいです。そして気になってホームカミングのこのエンドクレジットシーンを見直しましたが、髪の長い男性はこの一人ではなく何人か通りかかっています。ですのでこのシーンのこの人物はたまたま容姿がマイケル・モービウスにそっくりなだけと判断するのが良さそうです。はい、いかがでしたでしょうか。ありがたいことにチャンネル登録者数5000人を突破することができました。この勢いで1万人を目指すので、応援よろしくお願いいたします。チャンネル登録、コメント、高評価もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。